本当にヘマをこうなんて言うんですか、久しぶりにちゃんと練習しないと 足引っ張りそうだなっていう感覚でございます。はい、なのでね、頑張ってやろうかなと思ってます。ちょっとね、6月後半はいっぱい公演出るので わ、嬉しい。26遊びに来て、超嬉しい。やっぱペンライト多いとテンション上がるんですよね。コールもあるとやっぱめっちゃテンション上がるから、それに来てほしいです。うん、テンション上げに来て。なかなかスケジュール合わない。ピエン。いつも仕上げてくるから大丈夫。そう、大丈夫そうに見せてるんですけど、気持ちは焦ってます。そうそう。それはね、練習はしていきますよ。もちろんもちろん。25、26でぜひ。久しぶりの、衣装着れるし楽しみですね。ユニットも楽しみに。右にまたできるの嬉しい。大好き。いい曲ですよね。でも本当に後半何も覚えてなくてびっくりしたんですよね。土砂降り、あ、でもいけるか。職員室ぐらいかな。ちょっとやばいの。やっぱ土砂降りと、そばかすがあるだけで安心感が半端ない できる曲っていう。ナモッシュも大好き。アフターレインを一度できるか心配です。まあでも頑張ります。頑張るんばしちゃうぞ。イヤキベイビーやばい。この前ミカナと一緒に踊ミカナと一緒に踊ってもらった。 はい、うーちゃ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 
1週間早い、本当に。今月もう誕生日やって、23歳だって。なんか誕生日なんですね、私。なんか早いですね、1年って本当に早い。そう、土砂降り何倍でやってたからね、完璧ですよ。ナンバートル2でもやってたので完璧です誕生日びっくり。うん、ほんまやな。週末はオンライン楽しみ。ありがたいことに完売も22日多かったから、たくさんの方に会えるのかなとか期待はしちゃってます楽しみにしてます。あとは、あ、でも今はもうちょうど7月分とか8月9月分受付中なので、お待ちしてます。オンラインかな。関東もありがたいことに満員で嬉しいです。関東までありがとうございます。関東のね、服超可愛いですよ。届くか心配ですけど7月下旬発送だからちょっと届くか心配なんですけど、まあ、届かなかったら違う服着るんですけど、超可愛い服、ちょっとストリートな服ご用意しているので、ぜひお楽しみください。そうそう、結構そうギリギリやねん。でもか、あ、でもなんかオンラインじゃなくて握手会で来たいなってずっと思ってて、その服がねえ、ちょっと、どうしようってなって、はい、届いたらいいなって思ってます。
目がかゆ。カウントダウン配信ってできんのかな。いや、カウントダウン配信はしないですね、本当に。もう申し訳ないんですけど、私もう公演の疲労っていうものを最近取れなくて本当にもうすごいんですよ。やっぱ年々次の日起きれないし昼夜公演とかあると、なんかね、多分その2時間ぐらいに結構全力注いでるので、なんか、まず帰って、寝れない、アドレナリン出すぎて寝れないし、まあでもね、次の日もね、そんな朝遅くはないので、リメイクもしなきゃいけないから、多分帰ってバタンキューでオンラインやらせていただいて、また寝てって感じなので、24か25の生誕の時に配信できたらいいなって思ってます。21もでも公演の配信するので、その時にぜひ遊びに来てください。なるべく17時とかにしますね、早い時間じゃなくて。いっぱい寝るよ、やっぱね、楽しみなことは寝不足でやったらダメですからね、それが大事ですいや本当にロックすごいよあれもうこの前びっくりしちゃった、もう全然、こりゃ夏大変だってなっちゃったでもなんか一個ネジ飛んでいくんですよね、あの曲イントロかかると。だから大丈夫ですシンシンほんますごいよ、シンシンとしおりさん本当にすごいと思う。私もやっぱり、しかもさ若い子が多いじゃないですか、ビーツ。だから余計に負けたくないなってやっぱうちらも思うからさやっぱ若い子頑張ってるからいいやじゃなくて、結構みんな嫌ってなるタイプだから、先輩も頑張っちゃいますよやっぱり。本当になんか長距離走ずっと全力で走ってる感覚あれやっぱフレッシュにいたいからね。服いただきましたよ、こんにちは。すごいな、1年に一度しか、一度ではないけどレアな誕生日背景が。これなんか見たら誕生日だよなって思いますね。こんにちは、こんにちは。最近何してただろう、みんな、みんな何してましたか。6月は結構ね、本当に公演メインで、でも収録もさせていただいて、あ、バズリズム2が関東では配信あったんですけど、関西では6月20って言ってるねんけど、ファンの方的に、ファンの方的にじゃないな、にはなんか27かなみたいな感じで、どっちなんだろうって。私も今ちょっとお母さんと戦ってるんですけど、20やったら明日か、27かも、20か27に放送があると思うので、ぜひチェックしてください。 TVer でもね見れますので。私は最近ちょっと徹夜が多くてですね、そこがちょっと困ってるところですね。なんか昨日も結局3時ぐらいまで編集しちゃってて、なんか自分の中のモットーが2日に1回あげることなんですよ。やっぱだからそれを過ぎちゃうとうーんってなるから。そうなんです、またやっちゃいましたね。なんかなんでやっちゃうんやろ、ほんまに。あかんことは分かってるねんけどねえ、
頑張ります。昼間朝起きできるようになればいいんですけど、今日も結局起きられへんかった。いや集中力ないんですよこれがね。皆さんもう本当にいいパソコン代があったら教えてください。 Mac 頼みます。お肌綺麗じゃないんです、実はちょっと最近荒れてて、荒れてはないんですけどちょっとボコボコってできてて、あ寝てない証拠だなと思ってます。いい Mac のパソコン代があったら教えてください。そうなんです。でも今日は多分卒論のために徹夜して、明日は学校なんですけど、1週間分進めなきゃいけなかったのに何も進んでなくて悲しい。もうちゃんとやって自分。パソコン代はね、なんかね、私いつもこうやって机でパソコンしてるんですけど、こうなるやつがあるらしくて、マネージャーさんにそっちの方がいいよって言われたから。集中力はね、あるんですけど、切れたら気長いですね、はい、楽しいやん。なんかうわウィーンって上がるやつとかめっちゃ高いんかな。探してみよう。そう、でも人生大変な方が楽しいからね。卒論、みんなはどんな卒論を書いたんですか？大学行かれてた方は気になる。そう、集中力ね、朝はでき集中できないんですよ。夜だけですね集中できるの。文系、私文系なんですけど、心理学って基本ほとんど理系なので文理系って感じですね。でも計算はできないですあ、そっか、卒業、卒論書かなくても卒業できる。確かに作品とかもありますもんね。確かに確かに、私の友達もそうやったわ。面白い。みんな統計大変ですねやっぱり。なんか自分もよく分かんなくやってます一番分かんねんけどすごい、大学生も終わりますね。すごい。でもなんか最近やっと、あ、ちょっと英語頑張りたいなって思うようになってきました。英語の授業がね、去年まではあったんですけど、自分がやっともうなんてやろう、ゼミ以外の単位が取れてるから、もう英語をね取ってないんですよ。なんか取らない時期があると、やっぱり、あ、英語今までずっとできないけどずっと履修はしてきてたから、英語ないのって意外と寂しいねんなって思うようになって、英語やりたいなとか思うようになったけど、今からってなんか難しいですねやっぱり。こんにちは。そう、文章化ねできないよね、難しいね。でもやっぱいろんな人と喋れるようになりたいなって最近思うようになりました。だからいいアプリとかいい本があったら教えてくださいこの前ちょっと図書館、本屋さん行って見たんですけど、なんか
ことより聞きたいなとか思うようになって、でも難しいですね。やっぱ挑戦したいけど、挑戦することってやっぱ大変やねんなって改めて思いました。難しい。でも覚えるなら今のうちやなと思いながらも、お母さんがね、まあ、いつも喋れるとか言ったら、そんな喋られへんよとか言うんですけど、なんか中学生ぐらいの時かな、グアム行った時にちょっとホテルのなんかビュッフェでチケットトラブルみたいなのがあった時に、ちゃんと英語で説明してて、こういう状況でこういう状況でこういう状況でって、なんかそれがめっちゃかっこよくて、多分今私がそれなったら喋られへんねやろうなと思って、なんかやっぱ英語必要やなって思いました。そうそう、それこそ大阪関西万博もあるから、それ向けてでもいいかなとか思ったりして、ただまだでね、私の学科がね、全部英語論文しか読んだらダメじゃないけど、私が読んでる論文基本英語なんですよ。でわざわざ、まあ、わざわざっていうか英語で読めばいいんですけど、英語で読めるほどの知識がないから、一回一回やっぱ単語を翻訳していかないと読めなくて、もうすごい時間かかるんですよ。そらそうなんですけど、だから余計にね英語論文読めるようになりたいなって思ってて、翻訳のねやり方だけプロっていくんですけどやっぱそのまま読めた方がね綺麗ですから、解釈とか間違えず読めるから、そうそう、翻訳だけ綺麗にできるんですけど、翻訳機能だけ上手なんですけど、そうなんです。ディープウェルめっちゃ助けてもらってて、やっぱそうなんだ、みんな英語でもね、多分昔から応援してくださってる方は知ってると思うんですけど、本当に致命的に英語だけできないんですよね高校の時のテストの点数とか、え、もう目に変えたことあるかな、英語だけ本当に致命的にできないんで、めっちゃね賢いこと言ってますけど、本当に英語できないんですよ本当にできないんです、はいから頑張りたいですけどね、本当に、はい本当にできないんです、はい、遊びに来た、もうそろそろ終わっちゃうよ、メイク行かなきゃかっこいい、英語はイージーよってイージーとか言ったらいいんですけどね、漢字も苦手です言葉が苦手、そりゃそうか、国語自体が苦手やからさ、まあ、そりゃそうなんですけど、本当に国語と英語が一番高校では悪かったんかな、それで一回めっちゃ落ち込んだことあります、なんで一番人生に必要な2つが点数こんな低いやろってなんか一回それでめっちゃ悩んだことあって、なんか結構テストとかってまあ数学とか社会とか理科とかって結構覚えたらいけることって多かったんですけど、国語とか英語とかってあんま覚えてできるもんじゃないじゃないですか、でも英語と国語って一番人生に必要かなってずっと思ってたから、その2つができないことにすごくダメージを受けたことが一度ありましたそうなんです。いやコミュニケーションもね、日本語作るのが苦手だ、文章苦手だから、そう
です。懐かしいそれで悩んだのが懐かしいそうなんですよ。よし、そろそろ終わろうかな。13位ケイタママ、12位ミータン、11位セレビー、10位マミちゃん、9位元気くん、8位サムさん、7位ダイちゃん、6位タンベマーボー、お久しぶり、5位ミョッチ、4位がヨネ、3位がヒデヒデ、2位がヨッピー、そして1位がガンズンでした。1位はガンズン、ありがとう。はい、皆さん配信見に来てくださりありがとうございました。ちょっとね、面白くない話いっぱいしちゃったかもまあまあ、でも公演は面白いはずなので久しぶりではないか。6月一発目ユートピア公演ですかね。うん、なのでぜひ楽しみにしてください。それではまた会う日まで